宮福線駅舎ホームと8日、福知山方端鉄、コーヒー114キロメートルカフェ、宮津駅は、京都府宮津市安田鶴ヶにある、ウィラートレインズの駅である。駅番号は14。各ホーム、線路は、西舞鶴方から見て、南西方向に伸びている。島式、相対式3面4線のホームを持つ、地上駅である。端鉄線内に15駅ある。 友人駅の一つであり、単鉄直営駅でもある。北西側、南東側それぞれに駅舎があるが、本屋は北西側で緑の窓口があり、終日駅員が配置されている。かつては、キオスクも設置されていたが、2016年3月10日に閉店した。飲料自販機は改札外とホーム上にある。ウィラートレインズの本社も北西側2階にある。 南東側の駅舎は、宮福鉄道開業時からのもので、自動券売機と待合室のみである。北西側、南西側の駅舎は自由通路で行き来できる。ホームは、駅本屋側の短式ホームが3番乗り場、真ん中の島式ホームの駅本屋側よりが2番乗り場、その反対側が1番乗り場、南東側の駅舎側の短式ホームが4番乗り場である。古戦郷は、 国鉄時代のものと新築のエレベーターの古線橋が3から2.1番乗り場の間にある。2.1から4番乗り場の古線橋は前日の自由通路と一体になっている。仕切りで分けられていて自由通路からホームに入場することはできない。3から2.1番乗り場はエレベーターで行き来できるが、4番乗り場へ行くには階段を使うか、南東側の駅舎から入る必要がある。 河川は1番乗り場、4番乗り場に設置されていて、電車列車もこのホームを使っている。なお、早朝と夜間は、南東側の駅舎の改札が閉鎖されるので注意。本屋駅舎の外壁は、白磁タイル層で、海縁都市である宮津市を象徴している。駅前広場は、本屋駅舎に接し、バス停留所、タクシー乗り場がある。 男女別推薦トイレが改札内と改札外にある。本校では番号順ではなく、駅本屋側から順に表記する。以上の路線名は旅客案内上の名称で記載した。かつては駅本屋側を1番乗り場と扱っていたが、列車運転取扱いの番線番号においては、一番乗り場が三番線、二番乗り場が二番線、三番乗り場が一番線、四番、 乗り場が宮福線となっていた。ウィラートレインズへの移管移行に1から3番乗り場については、列車運転取扱いの番線番号に統一して、番線番号を振り直したため、駅本屋側から3.2.4番の順となった。配線上、宮前線、宮豊線と宮福線の相互の直通列車は1番乗り場のみを使用する。特急、橋立など、 天の橋立て駅方面から宮福線を経由する列車はスイッチバックを行う。また、一番乗り場は宮前線や宮豊線の当駅始発列車の発着にも使用される。宮福線の始発列車は一番乗り場と四番乗り場双方に発着がある。1938年に宮津港鶴が第二不頭、鶴が第一不頭までの専用側線が設置された。 1981年に廃止された。宮津市は天の橋立を抱える日本を代表する観光都市であるが、天の橋立へは、隣駅の天の橋立駅があるため、観光客はそれほど多くない。しかし、宮津市の玄関駅で、市役所などの観光庁も近いため、市民の利用やビジネス客の利用は多く、京都単語鉄道の単独駅では最も利用者が多い。 当駅から西前鶴方面へ向かう宮津線、京都、大阪方面へ向かう宮福線が分岐しているが、定期利用者数は宮津線が多い反面、宮福線は長距離利用者が多いのが特徴である。1日平均乗車人員の推移は下記の通り。喫茶店や食堂が面する駅前ロータリー特急、橋立、丹後リレーの隣の停車駅は列車記事を参照。 快速、通勤ライナー快速、大鉱山、丹和を待つ並びに、西舞鶴駅の快速はいずれも隣の停車駅に、停車する。ABCDEFGHI 曽根悟る、週刊歴史で巡る、鉄道全路線公営鉄道、私鉄14号神戸電鉄、野瀬電鉄、北条鉄道、北近畿丹後鉄道、朝日新聞出版分冊百科編集部、朝日新聞出版、 週刊朝日百貨、2011年6月19日、27から28ページ。旅のお供は、炭鉄コーヒー、宮津駅にカフェオープンと8日で、焙煎、一杯ずつ真心込めて、毎日新聞2018年6月29日、宮津市ホームページ2位は、隣の天野橋立駅、3位は、峰山駅。ありがとうございます。